町の営業にしては遅すぎません。でもさ、この前さ、もうめっちゃ何時間もカラオケ配信した時あったじゃないですか、あのショールームとルームスで。でもその時もはなんか全然喉痛めなくて、不思議ですよね。おはようございます、はい、今日は火曜日ですね。ちょっと今日は何があるかな。火曜日、あ、そう、告知し忘れ、告知できてなかったけど、あの TikTok を更新したので、じゃあ、あのね、チェックお願いします。見てください。いいねもね、こっちか、いいねはお願いします。はい、ありがとうございます。そう、あのね、あげたかったけど、何がなんかあげてなかったやつを投稿しました。よいしょ。週末楽しみ、週末ね、そう、来週、もう今週か今週の土日で、あのね、イベントがあるのでね、土曜日は握手会、日曜日は写メ会&肩叩き会ですね。喉痛く、喉痛いです乾燥してるから普通に喉痛い、うん、うん、ごまちゃん肩叩き得意、まあ、あんまやったことないからな、どうやろう。なんかさ、ちっちゃい時はさ、めっちゃしてた。でも小学生とか低学年の時とか、皆さんも肩めちゃくちゃあの凝らしてください眉毛がね、全部直します。はいね、あゆみちゃんで顔が映えてしまう。映えちゃだ、嫌なの、映えちゃ嫌なんですか。すぐ捨てってお願いしても可愛い違うマジで、ちょっと多分遠慮してたな。じゃあもう、ちょ、今回はあの遠慮なくいきます。強くしてって言ってくださった方にはもうどんどんいきます。凝らしていっぱい凝らしてください。司会時に喉痛いのは悲しいので司会直してくださいはい、頑張ってな、まあまあまあ乾燥やから多分まあ今日と明日ぐらいでは治ると思いますね。治ってほしい仕事頑張って肩ガチガチにします。じゃあそれはあやみがいっぱいほぐします。うん、遠慮してたと思う。ちょっと初めての肩叩きやからさ、どんな感じにしたらいいか分からなくてデトロイドスマッシュで OK です。もう肩壊す勢いでいきます
肩こりが激しいので助かります。肩叩きしてもらったらお小遣いあげた方がいい。いや大丈夫です。もう私の社名を通りに来てくださったのでも大丈夫です。喉を大事にしてくださいね。ありがとうございます。頑張って早く治しますね。もうイベントも控えてるので。え、本当に早い。え、つい最近応募始まったやんみたいな感覚やったのにさ、もう今週ってなる。早いね。のど飴、のど飴もう舐めまくりましょう。今日のルーム仕事で見るか微妙。全然遅れても大丈夫なのでぜひ来てください。舐めアメちゃんも口の中に3、4、5個ぐらい詰め込んで、もうリス状態で学校行きます。あさ、学校ってさ、喉飴もあかんのかな。今思ったけど、喉痛めた時ってさ、喉飴の舐め溶きたいやんか。だけど学校の日とかさ、舐めやんかったら悪化しちゃうやん。学校も、学校は喉飴もあかんのかな。トローチ、トローチ、トローチ。喉飴は薬だと言えば大丈夫なの。ああ、私龍角散とか OK かな。なんかそれもう喉飴、ちゃんとした喉飴って。マヌカハニーのさ、のど飴とかあるやんか。甘い系はあかんのかな。いや、そう、お菓子系な、なんやろな、その、あの、なんやったっけ、名前忘れた。いいまみたいな、そういう甘い系はあかんのかな。あれも結構喉マシになるし、あの甘いからめっちゃ使ってます。めっちゃ使ってからめっちゃ舐めてます。あれ甘いし喉もマシになるし、これ医療品やねんって言ってた、言ってたくさん飴ちゃまで、これ喉飴なんですよ。いいものだ。アミノ X のポスト今来た。おお、送ってくださったんや。どうちなら薬だから OK。 あ、薬なのか。めっちゃカクカクしてる。あ、こっち誰と切りましょうかね。ちょっとめっちゃ人形に囲まれて寝てる。そう、もう人形しかないよ、うちのベッドは。プラス猫が来る時があるから、ほぼ面積なくなる、寝る。
直談しました、笑顔でした。めっちゃうるさいよ、最初のさ、あとジリリリがうるさいからさ、一応ツイートポストかポストの方にさ、音量注意って書きました。そう、あの、ああ音を一番大きくしてしてる状態で動画見ちゃったらね、ちょっと大変なんで、あ、それはちなみに最近ならなくなったあれです、やつです。あれ、あの目覚まし、結構ついでの感じ、治りますか？治りません、治らなかったです。イヤホン全員ほんまや、もういいよいい、おはようもらいました、おはようでめっちゃ楽しそう、そうイヤホンしてる方はもうぜひ気をつけてくださいねって、まあ、一応音量注意はね書いておいたので OK です。ゴマがいる、ヘッドホンつけてね見てました、耳大丈夫でしたか？今日は18時から、そう18時からルームスです、ルームスの方で配信をします。列なしのどういった方やってるよね、ほんとにね、それも歌唱力前さ、その熱は出てなかったけど喉だけがさ出なかったから声がやめて、あとなんかちっちゃいなやっぱ耳もげるかと思いました、大丈夫でした、よかったです、よくないですけどね、ママさんが珍しく早起きでございます。今日のルームスの配信何するの？ご飯かな、もぐもぐ、普通に今日は特に何もないので、ルームスは普通のルームスです。また麺類かな、どうでしょう、あ、おー320日、45日だ、あと、おお。では壇上読みます、いきます。13位生駒みゆるさん、ありがとうございます。12位戸越銀座さん、ありがとうございます。11位マスオさん、ありがとうございます。10位ヨッシーさん、ありがとうございます。9位高政さん、ありがとうございます。8位セイキさん、ありがとうございます。7位キリさん、ありがとうございます。6位デコマチビトさん、ありがとうございます。5位羽根馬さん、ありがとうございます。4位ナルさん、ありがとうございます。3位ピーマルさん、ありがとうございます。2位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。ステチアロドリゲスさんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日は1位はロドリゲスさんということで、6月の4日かな、7時からでしたね。
アバターは可愛い。待って、足が弱いことになっちゃった。でキラ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 、はい、かけました。かけます。ちょっと足変なんですけど、じゃん。はい、ロドリゲスさんでした。今日の1話ありがとうございます。はい、ありがとうございました。待って、もう1位変わってるけど、ちょっとどうしよう。これ読んだ時の1位の方、それとも今の1位の方の方がいいのかな。ありがとうございます。スクショした。 OK です。どうしよう。問題読んだ時点でいいんじゃない。確かにそうね、急に変わる、びっくりしちゃったけど、はい、ありがとうございます。はい、ブローさんもね、1ありがとうございます。今、はい、では今日はありがとうございました。明日も7時からですね。はい、ありがとうございました。では明日もよろしくお願いします。バイバーイ。